サムエル・アラダイスは、イングランド・ダドリー出身の元サッカー選手、サッカー監督。通称、ビッグ・サム。現在は、プレミアリーグ・ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオに FC の監督を務めている。選手自体は、センターバックとしてプレー。1973年に、ボルトン・ワンダラーズ FC でプロデビューし、7年間で184試合に出場し、 21得点を上げるなど主力として活躍した。その後はイングランドのチームを転々とし、1983年にはアメリカ合衆国でもプレーアラダイスはアメリカンフットボールの練習を取り入れることがあるが、この時の経験から受けた影響が大きい。1989年、ウエストブロムビッチアルビオンに移籍するとアシスタントコーチを兼任 プレイングマネージャーとして指導者の道を歩き始める。1991年にはアイルランドのリムリック FC の監督に就任し、チームを昇格に導いている。1992年にかつてキャプテンを務めたことも、あるプレストンノースエンドで現役生活を終えた。現役引退後はブラックプール FC、ノッツカウンティ FC を経て、1999年に、 フルスであるボルトンの監督に就任。2001から2002シーズンをディビジョン13位で終えると、プレーオフの末プレミアリーグに昇格させる。その後2シーズンにわたる降格の危機を乗り越えると、2004から2005シーズンは6位になり UEFA カップ出場権を獲得し、活躍の舞台を欧州まで広げた。2007年、ボルトンと結んでいた10年契約を解除し、 入滑するユナイテッドの監督に就任。この遺跡の理由にタイトルの獲得を挙げており、不審にあえぐ古豪入滑するをどのように復活させるか手腕が問われたが、2008年1月、成績不審を理由に解任された。2008年12月、ブラックバンド・オーバーズ FC の監督に就任。その後いくつかのクラブで監督を務めた。2016年7月、 イングランド代表監督に就任。ところが、デイリー・テレグラフが仕組んだおとり取材で、フィファや FA が禁じている選手の第三者保有について、馬鹿げたルールだとコメントしたことや、ロイ・ホジソン前監督やイギリス王室を侮辱したこと、加えて、選手の遺跡で架空契約を結ぼうとしていたことなどが、明るみに出て、わずか2ヶ月で解任されている。2016年12月、 クリスタル・パレス FC の監督に就任。2016から17シーズン終了まで指揮を取り、2017年5月に辞任と監督業からの引退を発表した。しかし2017年11月30日、解任されたロナルド・クーマンの後任として、エバートン FC の監督に就任した。一時は広角圏にも沈んでいたチームを立て直し、最終的にリーグ戦を8位で終え、 シーズン終了後退任した。ロングボールを多用とした戦術を取るため、古典的、つまらないと試合内容について批判されることも多いが、当時ディビジョン1に甘んじていたボルトンを、プレミアリーグに昇格させ、UEFA カップ圏内に食い込むまでの競合に成長させた。また、JJ おこちゃ、L イコール8デュウフ、イァンカンポをはじめとする、不調にあえいでいる選手を安価で獲得して、 再生させることでも有名である。また、ダーツの腕前はプロ並みと言われている。ウィキメディアコモンズには、サム・アラーダイスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。